ンポン。ジワースコ、こんにちは。こんにちは。お、今日暑いなだけなんか。はい、お二人はまだ来てないです。おう、そうか、ゆかりがいないからゆっくりしたるか。あ、すまん、うちちょっと忘れ物したみたいや。教室行ってくる、すぐ戻るわ。あ、来ません、こういう時は。いいか、ついのちゃん、相手との距離を詰める時はまず相手との共通の話題を探るんや。共通の話題、共通の話題、まずはお前に趣味とかかな。あの、ご趣味は。あ、ゲームと漫画とアニメを少々。ゲーム関係とかですか。あ、いい、どちらかというと鬼ごっこみたいなやつです。鬼ごっこ、面白そうですね。面白いです、でもちょっと怖いです。怖い。はい、追いつかれると刃物で切りつけられます。はぁ、それ危ないんじゃ。はい、2回切られると倒れます。はぁ、その後は生贄にされます。生贄、負けると死にます。死なぁ。泣いちゃった、泣いちゃった。こういう時は昇進の人を慰める方法はこうです。先生、こう相手に寄り添い、そっと一言、君のお顔に乾杯。これで1コロですよ。の方法、なるほど。まあ最初は緊張すると思うので、これをつけてやれば勇気100倍です。ありがとうございます。君のお顔に乾杯。乾杯。よし、掴みは OK。 もっと仲良くなりたいな。そういう時は一緒に共同作業をするのがおすすめや。先輩、同じ経験を共有することで共通の話題が発生して自然と話せるようになっていくんや。なるほど、共同作業、共同作業。あの、これ、え、一緒に切ります。切ります。あら、遅くなってしもたな。お前ら待たせたな。何しとんじゃお前ら。